才的な人が新しいビジネスを思いついて成功するっていうのは、Google とか Apple とか見てるとそういうのが企業だって思ってるかもしれない、ですけども、そんな天才はいないので、基本的にはどこかでうまくいってるものを、勉強して、それを模してまず始めるみたいなことが、まずうまくいくコツだろうなと。今日、安芸市の安芸高校で行われた講演会にはビジネス科の 1,2 年生およそ30人が参加しました。講師を務めたのは高知市でウェブサイト制作やインターネット広告などを手掛ける民間企業アッシェの末雄介さんです。末さんは自身の起業したきっかけや会社を運営することで気づいた経験などを生徒に伝えました。可能性は皆さん無限大だと思います。僕もまだまだ40歳なので、まだ自分にとっても可能性は無限大だと思ってます。夢を持ち、できるできないではなくて、やるかやらないかで自分の未来を変えて、なんなら世界を変えましょうと。今回の講演は会社を起業することで新たな雇用を生み出そうと、県の産業振興計画の一環として今年度から県内の学校で行っているもので、安芸高校で10校目です。生徒たちはメモを取るなどして末さんの話に耳を傾け、自身の将来について考えを深めていました。この話聞くまで、選択肢に起業っていうのはなかったんですけど、聞いて明日起業っていう選択もありやなっていうのは思いました。ちょっとずつでもいいから調べたりして学んでいこうかなって思いました。学校ではこうした講演を通して社会や自分のことを考えて行動できる力をつけてほしいとしています。